どっかで見た、うん、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 手が震えてるよ、手が震えてる、天井に携帯貼り付けドッキリ、イエーイ、ことない方チャンネル登録よろしくお願いします。ということで本日はリアクション王ほのかちゃんに携帯がなくなったと思ったら天井に貼り付けられてるドッキリやっていきたいと思います。いい反応見れるんじゃないでしょうか、やっていきましょう、はい、それはさ、今回にする？オッケーオッケー。うん。やばい、出が分かった。こうなんか。なんかさ、じゃあとかむずくないですか？じゃあとかさ、ちっちゃいさ。まとめたやつもう一回。あ、はい、はい。オッケー。見直す？うん。出てきるやつ。これみんな送ってたっけ？多分送ってた。うん、多分。こっちに携帯置いたっけ？あっちじゃん。そう、あっちか。あった？なんかどっかで見た、どっかで見た、なんか何かどっかで、なんかの上に置いてあってな、カメラ位置やったけど、嘘、上とかじゃない、マジ、なんか下とかじゃなかった気がする、あ、そっか、鳴らすね、鳴らすわ、あ、いいですか、私鳴らすわ、じゃあ鳴ってる、え、全体でなくないですか？ピアノ、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 え？待って、そんなわけないよな。ないです。上の方で見たよって、うん、って言った、うん、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。全体司会してるぞバイバイ。このチャンネルの他の動画も何個か見ていてね。マナルンです。携帯といえば携帯どこ行った事件がしょっちゅう発生するんですよ。ちょっと前に携帯ない、あ、やばい、ちょっと間に合わんかもしれんと思って、ごめん、ちょっと携帯忘れたから遅れるっていう電話をしたら、え、今何からかけてるんって言われて、あー携帯やったみたいなことがありました。あの時は本当に自分にびっくりしました。こうなることもあるので気をつけてください。バイバーイ。